そっちがその気にさせたんじゃねえか。私知りません。勝手なこと言わないでよ。いいからこっち置いてって。何にもしないんだからさ。嫌です。何を。おいこの野郎、舞ちゃんこっちに渡せよ。口の利き方を教えてやる。なんだよ、そんなんでビビると思ってんのか。消えなさいよこの酔っ払い。くそ、知るか、ナッパス。ありがとうございました。あの親父超しつこくって。あ、私舞って言います。もしよかったらすぐそこにいいお店があるんです。お礼に一杯おごらせてもらえませんか。美人の誘いは断らないことにしてるんだ。そんな美人だなんて。でもよかった。ここ私の行きつけの店なんです。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど。私って酔うと男の人に甘えちゃうんですよね。だから気をつけるようにはしてるんですけど、お兄さんみたいな人とだったら安心して飲めちゃうかも。私男はやっぱり強くなきゃダメだと思うんです。その点お兄さんは凄みもあるしワイルドだし、なんか好きになっちゃいそう。お兄さんは舞のことどう思います。かわいいよ、食べちゃいたいくらいだ。本当ですか。やだ恥ずかしいけど嬉しい。舞は今が食べ頃だから、お兄さんみたいな人に食べてほしいの。遠慮しないでね。舞のおごり乾杯しよう。二人の暑い夜に。ああ、乾杯しよう。すっごい強いのね、お兄さん。きっとあっちの方も。私ね、お兄さん、ここんとこついてなくてさ、男運が悪いっていうか。でもそれも今日でおしまいかもね。私今夜はいろいろ忘れたいな。だからもう少し付き合ってね。乾杯。ああ乾杯しよう。素敵。もう、うっとりしちゃう。あら、どうかした。お客さん、大丈夫ですかい。おい、おい、なあ、あんた、大丈夫か。やられたな、あんた。あの女、ぼったくりのキャッチだったんだよ。この町じゃよくあることさ。ま、勉強代だと思いなよ。舞って言ったな、覚えてるぜ。
許して、私ただの使いっ走りなんです。あの、今ならこないだの店開いてます。だから仕返しならそっちに。それじゃあ。おお、これはこれは、この間は随分と酔っ払ってたみたいですね。あれからちゃんと家に帰れました？その借りを返しに来てやったんだ。いや、貸したつもりはねえな。きちんとお代もいただきましたしね。どうしても文句があるってんなら、お帰りいただくほかねえやな。上等だ。あんたの勝ちだ。もう勘弁してくれ。口ほどにもねえな。はい、あの、詐称ですが、ご迷惑料ということで。こんなもんで勘弁していただけないでしょうか。いいだろう。それじゃあ俺たちはこれで。本当にどうもすいませんでした。大丈夫か？ちょっと何するんですか？え？ほら、誰だこの男。知らないわよ、こんな人。この野郎、俺が知らないうちに男作りやがったな。違うんだって、ジュンちゃん。あ、すまん、余計なことしちまったか。俺はてっきりこの女性と俺は何も。覚悟はできてるか？ちょっと純ちゃん、やめて、やめてよ。よせ、落ち着け。やめて。おい、そんなもん出してどないする気や。うわあ、せい、とや、どうだ、せい、参ったか。
いておい、ちょっとお前さあ、今のうちに逃げて。そうじゃねえ、っていうか、やめろ。いてよそちらの女性も怖がっている。女性を連れて逃げなさい。私なら大丈夫。こういう輩はきっちりとお将棋しないと。違うんだ、人の話を聞け。こら、何やってるんだ。あ、お前らさん、ご苦労様です。実はチンピラがカップルを脅しておりまして。大丈夫？ねえ、大丈夫なの？どういうこと？まあ、カップルの痴話喧嘩ってやつだな。ああ、あの二人がカップル。ってことは、脅してたチンピラってのはお前か？は？いや、勘違いだ。俺も初っ端に勘違いしたが。署まで同行してもらうぞ。違うんだ。一緒に警察に行きましょう。はあ？私も勘違いをした。そしてあなたも勘違いをした。ここは男らしく言い訳せずお縄につくということで。何言ってんだ。お互い正当防衛だ。さっさと逃げねえと面倒になるぞ。逃げる？スポーツマンは決して逃げたりしない。何？つまりどういうことなんだ？あの男が女性から金をせびろうとして女性は嫌がっていた。痴話喧嘩とは知らなかった。止めに入ったら男が俺に喧嘩を吹っかけてきたんだ。そうなのか？はい、すみません、お騒がせして。そして途中、この顔のでかい男が急に入ってきてチンピラをやっつけちまった。そうです。なるほど。もういいか？すみませんでした。いや、もういいです。いや、それでは許されない。そうだ、私に同じ技をかけてください。いや、好きな技を好きなだけかけてもらって。さあ、遠慮なく。さあ、
いえ。おい、huh?